自分自身その18歳までこちらで育ったんですけど、その時には気づけなかったものが一回出て帰ってくることによってすごい気づけたっていうのがあって、いい距離感の中でみんなが生活してるっていうのを保ちながらいろんなことを変えていかなあかん、その距離感を保つことに長けてる人種やとも思うし、絶対高島市淀川町ももっといい町になっていくやろなって思います。この農作業をしてる時の風景ですとか、当たり前にいる生き物ですとか、天気四季感じながら仕事ができるってすごい、あの人間としてすごいいい生活っていうか、真っ当な生活をできているなと、都会では味わえない、そういうものが当たり前にあるっていうのが高島市の魅力やと思いますね。自分たちでお米の一粒の栽培から始まって、その栽培したものを商品化してお客さんに自分たちで渡していくっていう仕事をしてるんですけども、一番苦労するのはやっぱりもう一度買ってもらうっていうことだと思うんですよ。どんだけこだわりを説明しても、その時は買ってくれるお客さんでももう一回うちに注文してくれるかって言ったら、やっぱりそこには味ですとか、そういうお客さんに何か引っかかるものを提供していかないと、あの再度買ってもらうってことはできないと思うんですね。あの僕らにしかできない商品って絶対あると思うんです。まあ、わざわざ有機農業で、あの安心とか安全とか、お客さんにそういう、あの普段見えないところですけど、農作業も大変な中こだわってる部分があるんですよ。だから加工食品にも添加物とかも入れたくないし、あの流通に回すのはなかなか難しい商品ばっかりなんですけど、そんな中で直接僕たちが米から作ってお餅をついて直接売りに来ましたよっていう、それ自体が僕らにしかできないことだなと思うんですよ。あの生産者自ら売るで味の評価を直接受けるっていうのは、多分どこの業態でもやろうと思ったら相当なコストもかかりますし、それは僕たちにしかできない商品ですね。だからあえて賞味期限も短いものを、あの安心して食べてくださいっていう感じで提供してるんで、そこは一番大変であり僕たちにしかできないと思います。